らっしゃいませ、明治館へようこそ。ってなんだあなたか。お花見衆の支部はどこも表の顔を持っていてね、ミツルギは大抵その仕事を手伝っているんだ。それにこれからは隊長くんも働くんだよ。今日からここは隊長くんのお店なんだから。主様は隊長であり支部長であり店長さんですから、何より私たちの大切な主様です。でも私はこうしているよりもっと修行が積みたいけれどね。この前のこともあるし。泉とのことならお主らは上出来じゃったがの。予想外の事態の中で立ち回り、泉を退ける大手柄をあげたんじゃからな。小ガラス丸、いつからそこに？相変わらず神出鬼没だね。まあわらわに言わせれば、今焦っても仕方がないということじゃ。修行するまでもなく、マガツキとすぐ戦うことになるしの。外でカラスどもが鳴いておる。噂をすればまたマガツキが出たようじゃ。さてでは改めて自己紹介させてもらおうかの。わらわは小ガラス丸じゃ。お主らと同じくお花見衆所属のミツルギで、普段は伝令役として各地を回っておる。気をつけた方がいいよ。現れるたびに奇怪な事件を連れてやってくるからね。お花見衆の不吉なカラスって呼ばれているんだ。呼ばれとらんわ。嘘を教えるでない。嘘を。ゴーはそうやってすぐ適当なことを言うから誰とも契約できないんじゃ。能力も霊力も並外れているというのに。まったく。いやいや、今の私には隊長くんがいるからね。隊長くん、私は初めてで至らないかもしれないが、精一杯尽くさせてもらうよ。昼も夜もね。気にするでない。また適当なことを言ってからかっておるだけじゃ。からかってなんていないさ。大丈夫、初めてでも良くなる薬があるんだ。隊長くんは気にせず私を。そこまでそこまでです。おや残念。主様、ゴー王さんの言うことを真に受けないでくださいね。それより私が明治館の中を案内いたします。うむ、じゃがその前にまたマガツキが出たようじゃの。わらわは次の用事に向かう。あとは頼んだのじゃ。それでは早速明治館を案内させていただきますね。もうご存知かと思いますが、ここは砂防明治館の表の顔です。ミツルギたちはここで給仕の仕事をしたり、店先でお客さんを呼び込んだり、裏の厨房でお料理を作ったりするんです。お品書きは和食の他に異国の料理も取り揃えています。あとはお茶やコーヒーという飲み物、それと甘味もあるんですよ。主様や私たちの普段の食事も厨房にてミツルギが当番で作ることになっています。私、お料理はそれなりにできる方なので、主様のお口に合うものが作れるよう頑張りますね。昨晩もお泊まりいただきましたが、こちらの離れがまるまる主様のお部屋になります。オムヤの2階には私たちミツルギの部屋もありますので、ご用の時は
いつでもお呼びつけください。他の支部に書類を届けたり、お店に飾る雑貨を買ったり、お食事用に食材を揃えたり、そういった主様のお使いや名時間の雑務も私たち三剣のお役目ですので。主様はお優しいですね。私はむしろもっともっと尽くしたいくらいで。すみません、主様。重いですよね。すぐに行っておきますから。お恥ずかしいです。いいことがありすぎて、ついに悪いことが。あの、お取り込み中のところすみません。隊長さんですよね。実はまた町でマガツキが出たみたいなんです。すみません、急ぎの事態なので後でお話ししますね。マガツキを退治したら地下の工房に来てください。隊長さん、お待ちしておりました。私は今日から隊長さんの秘書を務めさせていただきます、ナナカと申します。本部からの手紙や届け物の管理、マガツキ出現報告のまとめなどなど、秘書として八面六臂縦横無尽に活躍する所存ですので、よろしくお願いしますね。それとこっちが妹の、ふん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 、サウレット、いい改良ができた。ちょっと弥生、隊長さんが来てるよ。ほ、本当だ。私は弥生。工房で装備品を作ったり改良するのが役目なの。三剣はマガツキを倒して経験を積むだけでなく、装備品をつけることでも強くなれるんだよ。ま、説明はおいおいね。弥生は他にも便利な道具やからくりを発明したり、才能豊かなんですよ。よく暴走させちゃうのがたまに傷ですけど。七かね、たまにだって、たまに。ともかく私たちは支援班からの出向で来てるんだよ。これからよろしくね、隊長さん。すみません、本部から連絡が。はい、名時間です。なるほど、了解しました。大変です隊長さん、また町にマガツキが現れたみたいです。至急退治に向かってください。さっきからマガツキがひっきりなしに出てくるわね。前まではこんなことなかったのに。マガツキは人の怨念や負の感情から生まれるらしいわ。だから自然と街中に生まれやすくはあるんだけど、急にこんなに発生したり、ひずみみたいなやつが現れることは本当に異常だわ。きちんと見回りはしていたのに。もちろん三剣使いがいないと倒せても小物だけだし、あとは追い払うか他の支部に連絡するくらいだけれど、それでも人を守るのが三剣の役目だもの。やれることはやっておきたいじゃない。私は三剣として当然のことをしているだけよ。それに三剣の強さはどれだけ三剣使いが力を引き出せるかにもかかっているわ。マガツキはまだ残っているんだから、チャチャを入れてる暇があったらあなたも戦いに集中しなさい。まあ私も初めて契約したし詳しくは知らないんだけど、
ともかく、私はもっと強くなりたいの。あなたも使い手になったからには、ちゃんとついてきなさい。ありがとう。かっこよく助けられたわ。え、新手？上泉、伏せないと危ないよ。それ。危ない、私に当たりそうだったじゃないの。だから危ないって言ったじゃないか。さてと、デカブツもちゃっちゃと倒してしまおう。なんなのよ、もう。でも気のせいかしら、クワナゴもコウも私より動きがいい気がする。 いえ、きっと気のせいよね。さあ、残りも退治するわよ。